今日も。ポップな女の子。を頑張って書く。百六日目。はい。あ、間違えた、百六日目じゃねえや、百十六日目ですね。<laughs> はい、百十六日目です。真ん中になれ。まあ、ポップな女の子を書いていきます。まあ。 うんまあ結構描いてまあ髪の毛で今日はもう中かもうね見て分かるとりなんちゅうかななんか溶けてるような感じの女の子ですね <laughs>、うん、レディー・ガガーとか着てそうな感じのドレスですけど <laughs> まあ多分こんなのは着ないとは思いますけど、まあうん、まあそういう感じで描いていきますはい。 まあ今,今結構詩を作るのにハマっててまあ絵描くのも好きなんですけどどうにかこうにかいい詩を描けたらいいなと思って TikTok とかでアップしてるんですけどやっぱ難しいっすよね絵も難しいですけど言葉も難しいっすよね。 なんていうか言葉って結局言葉で表現しちゃうと心の中にあるものを全部が表現しきれてないような感じがしてやっぱまあ語彙力とかもあるのかもしれないですけど、うん、言葉にした瞬間にこうなんか全部全部消えなんかもう持ってけないというかなんか。 気持ちの中にあるものを全部表現しきれてないような、まあ、だから言葉にできないものを言葉で表現したいんですよね。とかそんなことを覚えつつて <laughs> 詩を書いていますけどまあ別に <laughs> 深い意味はないです <laughs>。なんか今一瞬熱く語ってしまったけど <laughs>。 まあ、そういうちぐはぐな思いをね。言葉じゃなくて、まあ絵でもね。こう表現できたらなと思ってますな。なんつのあんまテーマとかないんですけどね。俺ねそういうのはねというわけで、今日今回もありがとうございました。また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。